ました。ただの秋のりのハエバルバンバン42回目、42死にいい配信にしていきましょうね。死にいい配信でいきたいと思います。もうここ最近ではですね、2月25日26日にハエバル町の劇団海、僕が副団長をやっておりますけども、その劇団海の第5回海開きということで公演がありましたが、無事終了することができました。お越しいただいた皆様ありがとうございました。土曜日日曜日とあったんですけども、土日合わせて500名以上の、お客さんに来ていただいて、もう大盛況で終えることができました。もういいですね。もう終わって、もう今体のね、すがすがしいですね。終わったこの解放感、達成感、そして それに生じる虚無感というか、あ、もうないんだ、稽古ももうないんだと。週に3回あったやつが、公演の日は毎日あって、毎日夜稽古やってたあの日々がもうないのかっていうね、虚しさもありつつですけども、やっぱそれ以上にね、やってやったぞと。今年も劇団海無事全員、出演することができましたので、もうまるっきり元気というわけではなかったですけども、まあ、それぞれねリハーサルの段階でちょっと足頑張りすぎちゃって、ダンスの部分で頑張りすぎちゃって、お姉さんがちょっとあの足の筋肉痛を肉離れしちゃったとかね、あ、これ大丈夫かなみたいな。でも頑張ってテーピングして、それでも出たいですっていうので、なんとか無事ねダンス踊り切ることができたりだったり、そういういろんなドラマがありましたね。もう言えることから言えないことまでいっぱいあった上での、この今回たくさんのお客さん来ていただいて、で芝居も見ていただいて、その後かすりのファッションショー、イーチリーファッションショーもね、もうとってもいろんな方にかすりの着物を着て出演してもらって、それも盛り上がりましたんでね、いやとっても良かったです。で劇団海また毎年2月にやりますので、来年もぜひ見に来てくださいということで、ハエバルバンバンメールも募集しているんですけども、メールが届いております。やった、なぜか前回からまた定期的にメールが届くようになっております。ありがとうございます。こちらラジオネームウミンチョハルサーさん、ありがとうございます。はい、さい、あきのりさん、こんにちは。挨拶が2回続いてますね。ウミンチョハルサーさん、前もでしたけど、挨拶と挨拶であきのりを挟まないでください。はい、さい、あきのりさん、こんにちは。はい、さい、劇団海公演行きましたよ。お、ありがとうございます。妹がかい。自分は両日とも仕事だったので行けませんでした、すみません。妹からの感想は、かすり織のことがよく分かったって、面白かったって言ってましたよ。我が地元上里んちも劇団員にいるんですね。次回の公演はぜひ見に行きたいと思います。ではでは時間まで読んだね。はい、ウミンチョハルサーさん、ありがとうございます。そうですね、今回のテーマがイーチリー、イーチリー、これ発音難しいんですよ、発音がね、イーチリーじゃなくてイーチリーっていうことで、かすりですね。まあハエバルはかぼちゃとかすりの里ですから、そのかすり特産であるかすりの、芝居やりましたけども、いやありがとうございます。妹さんが見に来てくれたんですね。うん、面白かったって、よかった。まだね、いろんな方から感想を聞けてないので、ちょっと感想を聞きたいんですよね。まあアンケートとかも取ってるので、まあ後ほど見れるのかな、アンケートとか見て、それでまあ一喜一憂したいなと思ってますけども、あ、そうだね、アンケートもらったら、ちょっとまたこのハイバルバンバンでこんなコメントありましたみたいな紹介してもいいかもしれないですね。ここ以外で紹介できる場所がないですからね。劇団海の公演のアンケートで、ちょっとこのアンケートコメント面白かったみたいなのを言いたかったとしても、それを言える場所ってハイバルバンバンぐらいじゃないかな、こんなの言える場所って。はい、ウミンチョハルサーさん、ありがとうございます。またね、ちょっと来年もう2月にやりますので、ぜひ見に来てください、よろしくお願いします。ハイバルバンバンメールも募集しております。メールアドレス、アルファベットすべて小文字で、ハエバルアットマーク rokinawa.co.jp、 HAEBARU アットマーク rokinawa.co.jp です。ハエバルのルーは R のルーでお待ちしております。そして、ハエバルバンバンツイッターもでもぜひつぶやいてください。ツイッターでですね、ハッシュタグつけてカタカナでバルバンと書いてください。ハエバルバンバンの間を抜いております。カタカナでバルバンとつぶやいてください。早速来ておりますので、行きましょうね。こちら、川崎のしおんさんから、ハッシュタグバルバン。
キャリア教育コーディネーターがキャビアの話になっちゃった。わら。あれですね、また今日も後半にありますけども、新レギュラーのね、僕の同級生陽平のこの肩書きでちょっと遊ぶっていうところがあるんですけども、果たして今日は何と呼ばれているのでしょうか。川崎のしおんさん、ありがとうございます。そしてハッシュタグバルバン、こちらを初めて、ヒーローし、ヒーロー、ヒーローし、ヒーローしだな。ヒー伸ばす、ロー伸ばす、シーだからヒーローしだね。ヒロシーですね。これもヒロシーももうあれ、このハイバルバンバンでも喋ったことあると思うんですけど、まあ、通称ミスターヒロシーです。ミスターヒロシーのつぶやきですね。お、傭兵バージョンのジングルだ。船の上から毎回聞いてるぜ。何気にヘビーリスナーしてる。最近会えてないし、今度帰ってきた時は一緒に飲もうや。ではこれからも頑張ってグッド。ヒロシーから来てますね。はい、ヒロシーありがとうございます。ヒロシーに関してはね、もう本当にヒロシのミスターヒロシの話もいっぱいしたいんだよな。面白いからな、ヒロシもな。あの、小学校、ほんと幼稚園ぐらいから一緒で、もう今、もう32になりますけど、今年で。それでも毎回、仲良くやってて。ミスターヒロシは船乗りでね、いろんな、3ヶ月に1回しか沖縄に帰ってこないっていう、陸に上がってこないっていうヒロシなんですけども、そうだね、ヒロシも帰ってきたら飲みたいね。次いつ帰ってくるんかな。ちなみにヒロシは小学校の頃に両手で空を両手で仰いでたら、その大きな雲、目の前上空にあった大きな雲が、この手をただ空中で仰いでたら、ふわーって雲が2つに分かれたっていう能力を持つのがヒロシです。ミスターヒロシですね。まあこんな感じのプチ情報も、ヒロシプチ情報も入れつつですね。はい、ヒロシありがとうございます。続いてハッシュタグバルバン、いよこさん、ありがとうございます。もう40回も言ってるのね。全然追いついてない。連続聞きしないとね。グッド。はい、ヨークさんありがとうございます。40回、もう42回目ですよ、ヨークさん。今何回目ですか？まあ、できる範囲でいいのでね、ちょっとついてきてもらえたらなと思いますんで。はい、ちょっと待っときま、先の方で待っときましょうね、ヨークさんね。ありがとうございます。続いて、ハッシュタグバルバン、ヘビ男さん。秋のり、仕事で宮平に来てるけど、すぐ帰ろうね。このちょくちょくハイバルにいるやつ何なんですか、ヘビ男さん。ちょくちょく宮平とかテルヤとかさにいるけど、そしてすぐ帰ろうねっていう、何しに来てるんですか、ヘビ男さん。毎回ポケモン GO ですか、ポケモン GO しに来てる、ハイバルに。だからすぐ帰ろうねって、もうポケモン捕まえたからもう帰ろうねっていう感じですかね。ラストこちらですね。ボーズメンケンさん、いつもありがとうございます。FEC の先輩ですね。ボーズメンケンさん、ハッシュタグバルバン。あれやったらいいよ。あれやったらいいよ。あれか。あの、前回の配信の、傭兵との会話で終わりが、あれやりたいみたいな。あれやりたい、何よ、あれやりたい、何よ、それは続きは次回で、みたいな感じで、の、あの、返信が、ついつぶやきが、ボーズメンケンさん、あれやったらいいよ。いや、わからないでしょ、ケンさん。あれやったらいいようで。まだ言ってないですからね、これね。何やったらいいとか。この後またお話しますので、ぜひちょっと、あれやりたいんですよ。ただ、結構、傭兵との会話は、ため撮りをして、今も4週分ぐらい撮ってて、で、また今回、また新たに撮るんですけど、これからね。で、それのラストが今回です。前回撮ったため撮りのラストが今回なので、やっぱ日付が経ちすぎてて、もうちょっと時間感覚がおかしくはなってるんですけど、もう間に合わないです。僕がこれから傭兵と喋る会話は、もうすでにちょっと手遅れな感があるんですけど、まぁ、ちょっとそこも頑張らないといけないなっていう。あれやりたいの続きをぜひ聞いてください。よろしくお願いします。その前に、この番組はラジオ沖縄の社税でもあるローカルに徹せよに合わせて、超ローカルなハイバル町について面白い情報や話題などを世界中に配信しようということですという番組です。僕ハイバル町観光大使にもなっておりますので、ハイバル町のことなら何でも聞いてください。あぶねー、言い忘れるところだった。はい、それでは、メールたくさん送ってきてください。メールもだし、バルバンでのつぶやきも皆様随時お待ちしております。ぜひよろしくお願いします。それではこの後は傭兵との、この地域のこう街づくりであったり、まあ普段何してるのみたいな感じの、話をしますので、ぜひ聞いてください。どうぞ。ハイバルバンバン、
はい、そして今回も傭兵に来てもらってます。よろしくお願いします。傭兵です。よろしくお願いします。はい、傭兵はまあレギュラーメンバーなってもうちょっと経ちましたけども、はい、僕の同級生であり灰原町宮城出身、そして町議会議員、灰原町議会議員で、塾講師もやってて、あと何でしたっけ、カンナジこうやるんだでしたもう絶対覚えてくれないね。キャリア教育コーディネーターです。キャリア教育コーディネーター、はい、キャリア教育コーディネーター、はい、そんな傭兵と、今回もいろいろ話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。あの前ちょっとあのあれやりたいっていうのはあって言ってたね、うん、最後の時にこのやっぱハエバルの与那覇、自分の地元を盛り上げるためには祭りが必要だと、はいはいはい、イベントが必要だと、で近いのがもう8月の綱引きとか綱引きで9月の納涼祭なんだけど、遠いさね。そうだね、ちょっと遠いから、ちょっと前思ったのが3月になんか6年生を送る会みたいな、おお、はいはいはい、なんかやってるイメージが、はいはいはい、あるんで、もしかしたら子ども会がやることなのかもしれないですけど、はいはい、青年会も僕も青年会長なんで、青年会も一緒になんか混ざってできたらなっていうのは。そうだね、確かに確かに。今このキンキンで言うとね、子ども会はまだあるの？怪しいよね、ちょっと分かんない。一番いると誰かね、誰か保護者がいるとは思うけど、あれじゃない、春田さんとかもしかしてやってるんじゃない。いや、春田さんはもう違うんじゃないかな。前まではねやってたけど、もしかしたら吉行さんかな、吉行貴賓かな、あ、なるほど、与那覇の議員さん、吉行さんがもしかしたら見てるのか、はいはい、うん、では与那覇の PTA もあるよね。あ、そう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 、 PTA と子ども会と青年会一緒にってなったら結構人集まるんじゃん。そうだね、あれだね、誰が何やってるか把握した方がいいかもしれない、ね、確かに、まずね、何かやる打ち出す前に誰がどんな思い持ってどんな動きしてて、うん、どのぐらいのことがどんな感じでできそうでとかね。うん、そうだね、これちょっとみんな集まって飲みに行った方がいいかもしれないね。確かに確かに、ね、しかもそれあの秋のりだけじゃなくて、うん、他の区長さんとかも、うん、いろんな人たちがそれ把握してる方が、うん、今回これやるんだったらあの人たちに声かけて手伝ってもらった方がうまくいくんじゃんみたいな話しやすいからね。うん、そうだね、そうか。ただ青年一人は寂しいし心持たない持たないから誰か呼びたいね。待って、青年会今一人いるよ ね、 ね、びっくりした、びっくりした、6人は確実にいる。おおおおお、うん、だから一応草刈りをやってるわけよ、はい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 、草刈り定期的にやるやつは青年会にも声かけて、その時は 5,6 人毎回来るかな。でそのメンバーで何人か連れて、そうね、はいはいはい、まあ、副会長がいるから、おお、ちゃんといるね。下2人、年下1個下と3つ下かな、はいはいはい、がいるから、その2人を副会長にして、はい、っていう、でその3名で、そうそう、でいずれこの会長の座を副会長に譲る、はいはいはい、準備もしてる、うん、だけど何かを成し遂げてからしか、下には渡せないんで、まだ何もやってないんで。いつからやってる？ね、もう多分2年目か3年目くらいだはず。まあコロナでね、なかなか新しい動きもできんかったからね。ほんとね、本当は去年一応何かやりたかったんだけど、うんうんうん、もう公民館自体がちょっと今やめようみたいな、うんうんうん、まあ、もうちょっと今またちょっと横見えない部分があるからやらないこうっていうので、はいはい、ちょっとイベントができなかったんだよね、イベント。そうだよね、そうだよね、うん、だからもう今年そろそろ、うん、何かやらんと、あれ会長誰だっけってなっちゃうからね。そうね、会長誰だっけってなるし、それで表現呼ばれてないんじゃんやばいな、死にさせてくれ死にさ、サボテン、観葉植物で飼ってるあのサボテンでめっちゃさしてくれでしょ、首筋クサクサクサって痛いところ痛いところね、はい、そうなんだよ、これをね考える時間って大事だよね。大事だね、大事大事、一緒に考える人欲しいよね。あ、そう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 、一人で全部やって説明しに行ってやろうぜっていうだけでちょっとしんどいからね。しんどいしんどいね、しんどいしんどい、でまたでもだから かといってこの同級生とか後輩に声かけるにしてもやっぱ忙しいから、うんうんうん、声かけづらいんだよね、はい、なかなかね、なかなか、うーん、一緒にやろうっていうのはね、確かにな、それをやろうかなと思ってる。大事、まずは6年生送る会が近いと思うんで、うんうんうん、その前に
各会会の会長が誰なのかっていうのを調べます、はい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 、もう結構じゃあ急がんといけんやつじゃん。ちょ急がんといけん、ね、送る会議多分3月の中旬、うん、下旬とかでしょ。多分中旬ぐらいじゃない、卒業式終わってからだよね多分ね。だよね。そしたらもう3月の頭ぐらいにはもう方向性決まっとかんといけんから、うんうん、もう2月の中旬ぐらいにはみんなと友達になっときよみたいな話でしょ、うん、結構忙しい、ね、結構忙しい、結構やばいな。ちょ自分で言っときながら結構スケジュール感的には、うん、あの代わりの案とかある、何か。あむず代わりの6年生送る会よりハードル低めの案とか。6年生送る会、まあ、ちょっと先延ばしにしたら、うん、あれじゃない、入学式に合わせて新1年生、はいはい、この頑張ってきてねみたいな会、うん、多分それがあったらこの4月で、うん、ちっちゃいお子さん持って最近引っ越してきたばっかの人たちとかも多分いるじゃん、うん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 、そういう人たちがちょっと馴染みやすくなるとか、うん、あとはその1年生たちのことをその地域の人に知ってもらったら交通安全の時とかさ、うん、この声かけてもらいやすくなったりするから。そうだよね、1年新1年生地域デビューみたいな感じで、そしたら4月の中旬上旬にずらせるから、うんうん、ちょっとスケジュール的に楽になるんじゃん。いいね。そっか、で、あ、そうだそうだ、あの何かやるにしてもどうやってその情報を伝えたらいいかが、はいはい、あ大事だね。これが難しいんだよ、はいはいはい、このしかもまあ、新1年生を迎えるとか、ね、あと6年生を送る会にしても親が多分同世代とか、うんうんうん、ちょっと上とか5、6個上とかになるのかな、親がの人たちにどう伝えるかだよ ね、 これね。そうだね、どうやったね。与那覇だより、まあ、広報とね、広報ハイバル、毎月出てる広報誌が、まあ、各世帯に配られると思うんだけど、その時に与那覇だよりもね、うんうんうん、一緒にで、その与那覇だよりに載せる。まあ、そうだね。でも多分それが、若い世代読んでるんだろうか問題があるからさ。うん、そうね、俺は読むけどね。おお、そうなんだ。俺はこういうの好きだから。俺は親父が作ってるから読まんと、読んだって定期的に聞かれるからさ。そんなめっちゃキンキンから、謹慎からの圧力が。そうそうそう。多分この後方で紙で巻くのと、うん、あとはさ、何、防災無線じゃないけど、アザで放送できるさ。おお、あれがまず一個大事で、はいはいはい、でもう一個はこの両方ともはその地域にいたら必ず何かしらの形で届くやつじゃん、うんうん、聞こえてくるとか、うん、紙が届いてるとか、うん、であとは一個はこの SNS とかを使いながら、うんうん、インスタとかだったら地域スポットを選んでそこから半径 500m とかでインスタに、なんだろう、出てくるようにできるわけよね、広告入れたら。なんかそうらしいよね。そうそう、1日100円とかからできるんじゃなかったかな。1日、そうそうそう、1日100円とか1日300円とかそんぐらいからもできるし、1日1000円規模だったら100円とかでいけるのかな。あ、規模は関係なくて、うん、どのぐらいお金をそこに入れるかで出てくる頻度とかが変わるわけよ。うーん、何人分、閲覧されますとかね。うん、で規模を広くするとそこに入ってる人間の数が増えるから、うん、例えば月、あ、1日1000円で1週間やったら1万人に見られますみたいなのがあるとするじゃん。うんうんうん、ヨナハの中で例えば1000人のヨナハ2000人かなとかだったら、その2000人のエリアでやると、じゃ1人5回ぐらいは表示されるねみたいな計算になるわけね。うん、あ、なこれなポイント打つってこと。そうそうそう、地図に、地図上に、イメージは地図上にポイントを打って、 そこから何名分、半径何メートルとかで決めるわけで、そしたらその中に大体どのぐらいの人いそうだなみたいなことをざっくり計算して、うん、じゃあ1万回表示させる、でインスタ見てる人は1000人ぐらいだったら大体1人10回ぐらい出るんじゃんみたいな計算よね。これが早原町全域とかになったら早原4万人だから1万回表示させるにしても、うん、まあ、4人に1人はまあ見てくれないよね、うん、みたいな感じに多分なる。へえ、でもさ、与那覇だよりがさ、はいはい、インスタで広告流れてきたらビビらん。ちょっとビビるね。ビビらん、おお、嘘でしょ、レベルアップしてるみたいな、どういうことみたいな、広告で与那覇だよりが来てるみたいな。でもそんなにこの何、1日100円とかからだったらさ、うん、例えばその与那覇だよりを出すタイミングで、うん、毎月1000円分はそれの発信に使っていいですぐらい、別にあってもおかしくないさ。そうだね。でそしたらその月の初めにこの100円のやつを10日間でインスタにボンボン出てきますよってなったら、うんうんうん、自治会入ってないけどなんかこの与那覇だよりで与那覇こんなことやってるんだって発見するってこと全然あると思うわけよ。そうだね。綱引きとか納涼祭とかもさ、うんうんうん、イベントのたびにそれで発信するも全然ありだと思うよ。うん、そっちがいいかもしれないね。うんうんうん、与那覇だよりとかだとどうしてもやっぱ新しく来た人たちで区費を払ってる人たち限定じゃん、あれって。広報とか与那覇だよりね、
この配られるのって自治会に入ってる人、つまり自治会に加入するお金を払ってる人だから、こういうのをちゃんと届けるみたいな仕組みになってるからね、うん、逆に別に興味ないですみたいな、はいはいはい、この別にそんな地域のこととかまず知らないんで、はいはいはい、私、まあ、ハエバルのことすらわからないの、夜那覇のことなんてみたいな、もともとこちんだいに住んでてこの4月から引っ越してきたばっかりなんで別にハエバルそんな知らんけどみたいなね、そう、そういう人たちがやっぱそれは自治会入るのもやっぱ遅くなったりすると思うし、うんうんうん、で情報が入ってこないから、そうだよね、だから入るっていう興味につながらないんだよね、ちょっとずつ知ってもらって、あれ自治会加入したら子供がなんかいろんな体験の機会あるなとか、お父さんお母さん同士でつながれるなみたいなのでメリット感じてくれて入ってくるみたいな、本当はしていきたいんだけどね、うーん、これな、でもどっちの気持ちも分かるんだよなだって逆の立場になって、はいはい、ハエバルからまず出ることはないけど、うんうんうん、もう今後、はいはい、今後ハエバルから以外で住むことはないんだけど、出た時に興味を持てるかっていうところ、うん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 、まあそういう地域が好きだったら見るかもしんないけど、特にな、でも多分この子供できると変わると思うわけよ、子供で、そこに家を買うと子供できるっていう2つのイベントがあると、うん、その自分の家の周りの人たちってこれからもう20年30年付き合う人たちになるから、うんうんうん、全然顔知らん状態よりはちょっとは知っときたいし、うん、子供がちっちゃくてずっとその辺歩ける範囲って限られるから、うんうん、全く知らん人たちの中にいるよりはつながってて、誰々おじちゃんの家に今日行ったんだねみたいな距離感を作るっていうのが多分大事だから、そのぐらいになってくると、この子がこの地域で楽しく過ごすためにはやっぱつながっとくかみたいな、うん、子供経由でつながるんじゃないかな、そうだよな、今のところ娘が今2歳で、うんうんうん、2歳なんだけど、今だって地域にいるかって言われたらアパートに住んでる子供たちがちょっと挨拶するかなぐらい、はいはい、まだ遊ぶまで行ってない、まあ、2歳って小さいのもあるんだけど、そうだね、でもそんぐらいだったら親が送って届けての往復だけど、うん、5、6歳ぐらいから地域で自分でこう遊びに行き出すじゃん、うん、もうちょっと後かな、2年生1年生ぐらいかな、うん、あと誰かが言ってたな、保育園に連れて行った時に保護者と仲良くなれば、うんうん、この保護者が自分の娘息子も見てくれるようになるみたいな、気にしてくれる、はい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 、からいっぱいやっぱそれでちょ交流持った方がいいよみたいな、うんうんうん、何で見たんだっけな、うん、やっぱそういうの大事だよね、大事大事大事、喋ってからね、なんかわざとそういうのができやすいように、うん、保育園とかでも保護者会とかを作ってみんなでこうなんかイベントしたりとかっていうのを意識的にやってるとこもあるみたいだね、うん、学童とかも、そうだよな、ちょっとやっぱ気になるもん、うんうんうん、娘とこう遊んでる子とかいたら名前何みたいな、娘に聞いたら何々ちゃんだよって言ったら、そのやっぱその子も気になって、うんうんうん、やっぱちょっと大丈夫かな、怪我しないかなとか、そうだね、そういう風につながるからね、でなんかちょっと遅い時間とかまで歩いてたら大丈夫かなって思ったりもするからね、うん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 、そういう風に見てくれる人がいるっていうだけでやっぱ変わるよね、わー大事っすね、うんうん、大事っすね、どうしようかな、何からやろうかな、この広めるために、あとあれじゃん、あの PTA 経由ができるから1年生の夜那覇の子たちが誰々なのかっていうのが、まあ、頑張ったら見に行けるじゃん、うん、名簿とか貼られたりもするから、はいはいはい、その人たちとつながってどの子たちがいるのかってある程度網羅で把握できるから、うんうん、じゃあそこの人たちってあの辺の人だよなって多分住所とかも大体まあイメージつくじゃん、地域ちっちゃいから、うん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 、そこに直接チラシ持ってったりとかさ、なるほどね、そういうやり方もあるかもね、見えはするけどね、うんうんうん、これで喋るのは簡単だけどね、そうそうそう、動くってなるとね、思ったことを言うのは簡単なんだよ、動くってなると、うん、ひらめいた時はね、あこれいいかもと思うけど、実際やるってなったらね、作業結構膨大だからね、じゃあ今このあとできますかっていう、これ収録終わってじゃあこのあとすぐ動けますかっていうところもいつ空いてたかなとかから探さんといけんしね、うん、このあとだってハエバルルンルンフェスタ行きたいもん、あ俺も行くよあマジでイオンでね、あ行くの行く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 の行くよ、俺も行くよ、行こうぜ、じゃあこれ収録終わりでそうそうそう、収録日がバレたね、確かに2月4日か5日のどっちかで撮ってるなってそうそうそう、イオンでね、そうそうルンルンフェスタやるから、ちょうど終わりで行こうかなと思ってたんだよな、そうそう、秋のりに事前に、うん、その後ちょっと用事あるからさーって言ったら、うん、ルンルンフェスタに行く用事ね、これだったもんやそう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 、なんか仕事あるのかなと思ったのね、だからあそっか、じゃあ早めに切り上げないとなと思ってたのに、一緒一緒目的一緒仲良しかったやっぱね、やっぱこういうハエバルのイベントごとってやっぱ行きたいもんね、行っとかんとね、うん、いろんな人とまた繋がれるしね、繋がれるし、まずなんかまず楽しいからね、確かに、こ地域でハエバルで何かやってる人たちと接すると自分がねテンション上がるしね、うん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 、それは行くよね、行くよね、
そういう風に思ってもらえる人増やしていきたいよね、うん、そうね、はあ、分かりました、まあ、答えが見つかったのかどうかっていうところですけどとりあえずどうしたらいい、 何からやった方がいい、これとりあえず何からかな、このいや夜那覇を盛り上げたい、まずはあれじゃん、誰が何してるのかを把握しようぜじゃない、どういうところで誰がキーパーさんになっててどんぐらい顔広くてみたいなことをざっくり分かってるっていうつながりの話と、うん、あとは誰が何が上手かよね、SNS 運用この人上手とか、なんかチラシデザインこの人上手とかあれば分担しながらその人の上手使えるから、このめっちゃ権力持ってる人と仲いいとかね、なんかとりあえずイベントやるんだったらこの人がイエスノーで変わるぐらいの人がいたとしたらその人と仲いいとかね、ちゃんと話通せるとかね、通せるとかね、めっちゃ大事よね、うんうん地域っぽいねその感じ、そう絶対あるんだよ、わかるわかる、絶対ある、ちゃんとあの人に話通しとかんとなみたいなみたいなね、あるからね、わ、はい、かりました、あいろんな話聞けた、よし話できたね、はい、聞き算でもうまた引き続きヨーヨーもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしま す, お願いします、もう何回目になってるか分かりませんが、うん、ヨーヨーの部分はもうここでこんな感じでね喋りながら、はい、早原のことまたさらに、まあ、僕の地元与那覇だったりヨーヨーの地元宮城、うんうんまあ、それ以外だったりね、で早原のこと話しているとこのその外の人たち、うんうんうん、もうあこれいいかもみたいな、この考えいいかもみたいな感じでつながっていけたらなと思いますんで、ね、自分の地元でもこれやっていこうかなって思ってくれる人が増えるとかね、うん、はい、こんな感じでハイバルバンバンもやっていきますのでぜひよろしくお願いします、ハイバルバンバン、はい、ようやく今回もありがとうございました、はい、ありがとうございました、うん、また次回よろしくお願いします、はい、いろいろ喋っていきながらハイバルのことを発信していきたいね、そうね、もう傭兵の緩い部分が見たいからこのハイバルバンバンを通してやっぱなんだろうね、小学校の頃に比べたらどんどん硬くなってるイメージがあるから、あまあそうかもしれん、小学校の頃は毎日ヤングドーナツを食べてるイメージだったね、あのお菓子の食ってたね、あとゲームボーイずっと持って、そうあ とゲームキロロ聞きながら泣いてるてそれも小学生じゃないでしょとかあったから、はいはい、やっぱそれをちょっとやっぱ緩い部分、傭兵の緩い部分を引き出しつつハイバルのことを話していけたらなと思いますんで、はいはい、またよろしくお願いします、お願いします、毎日金ぐすく十字路、町内町外みんなも金ぐすく十字路、朝日と一緒に向かう道、西日は眩しい、慣れる日